前回に引き続きリハビリのためにトータルギターメソッドのテクニック編で練習したいと思います。ちょっとトータルギターメソッドをお持ちの方前提の動画ですので、お持ちじゃない方は教材の詳細は概要欄をご覧ください。 T017 のチョーキングですね。ストラップしないと体と離れちゃいますね。ちょっと一音の感覚が鈍ってるような気がします。T018、この半音チョーキングですね。これ初心者の方はどっちでも大丈夫ですけど、上の方で揃えるのがいいかもしれませんね。上がりすぎ、この皮が柔らかくなってきちゃってるんですよね。次19番チョークアップ T019、チョークアップってこうチョーキングしてからピッキングするっていうタイプですね。1弦の全音チョーキングがおかしいな。このままか。ちょっとねチューニングを梅雨で狂っちゃってるかもしれないですね、これもうちょっとゆっくり練習した方がいいと思います。今ちょっとダイジェストのためにゆっくりさっと次行ってますけど、次チョークダウンですね。あ、これ一度T020 です。ごめんなさい。これチョークダウンの練習って何の練習か、ちょっとこのポーンってなるじゃないですか。チョークダウンした時の1か2個上の弦に引っかかってポーンってなるのを鳴らさないようにする右手の練習ですよね。下の方がいいですかね。下の方やる時とかちょっと怖いね。こっち右手引っ掛けてこういう風にしすることがあります。弾いてる弦より高い弦って左手を押さえなきゃいけないんですけど、動かしてる以上ちょっと触れない場合があるので保険かけて右手でやってます。で21番ポルタメントチョーキング T021 ポルタメントチョーキングですね。その音下分の時間ゆっくりかけてやるチョーキング、会員様ご覧になっていいんですけど、2分音符になってるじゃないですか。2分音符分かけて
チョーキングして伸ばすみたいな、ここからここに行くんですけど、1234みたいな、200分で3って言うまでにチョーキング のピッチが曲がってる時間があって、でここで200分伸ばすみたいな、1234みたいな、で1音チョーキングと半音チョーキングが混ざってるんだけど、ちょっと難しいですよね。半音チョーキングの方がこうゆっくり上げないと半分しか弦曲げないですもんね。ちょっとこう線がついてしまって指が柔らかくなってしまったのでちょっとやりにくいですけど、次 T-02 ハーモナイズチョーキング、こういうやつですね。これで3小節しかないんですけども、これミファソ、こうやりにくいですね。これはここの時8フレットと11フレットでやるやつなんですけど、この1弦の音がね、この薬指のここに当たって消えちゃうんで、指輪が引っかかってるのかな。まあ、多少音痴なのが、まあ、このハーモナイズドチョーキングの、まあ、美味しいところではあるので、まあ、でもね、ちょっとあんま言い訳しないでおこうと思います。次、T-023、低音チョーキングですね。老眼がですね、老眼っていうか普通に目が悪いだけか。中指なんで、中指でやったらちょっとやりにくかったですね。ちょっとお手本を見てみますね。低音チョーキング動画、これご覧になってもいいでしょ別に。あ、うまい。あ、なるほどね。この人は信用できますね。これ今の私は全然ダメですね。全然下手くそなんです。これちょっと真似しないでくださいね。スピードが遅いんですよ。こうなんですね。さっきの人はこうサッと上げて、ピッチがピタッと正しいところにいるので、あれは真似してください。メソッドのその動画ボタン、こう押したら動画のボタンがあるので、ここのボタンを押して参考にしていただければと思います。まあ、今の私はそれを見ながら練習してるサードの下手くそということで、はい、次ダブルストップチョーキング最後ですね。 T-024 見えない、薬指のこの部分がちょっと引っかからないですね。柔らかくなってて、あ、人差し指か。うん、どんなもんですかね、これに関しては。はい、はい、ちょっと10分ほど
チョーキングの練習 しました。ちょっと1ヶ月ぶりなんで、やっぱりこう皮膚のがすごく痛いんですけど、あの初心者の方は真似しないように、あの痛み感じたらやり続けるというところを真似しないようになさってください。なんかあの分からないことありましたら質問するところからお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。